どうもストップリーのさとみです。本日私さとみはこちら我々 STPR と同じヒカリエにあるアダストリアさんのオフィスにお邪魔しております。もう本当にね、前回リーヌとコロンもお邪魔してましたけど、もう今回ね僕も呼んでくださいました。嬉しい。アダストリアさんはですね、グローバルワークやニコ&ローリーズファームなど30ブランドがドット集結したファッションウェブストア .st というアパレルウェブサイトを運営してらっしゃる会社さんです。今回ね、そんなおしゃれな会社さんにスペシャルゲストが来ているということで、俺もね実は聞いてないんですよ。なんかサプライズゲストらしくて、それではお呼びしていきたいと思います。この方です。どうぞ。くる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 ルートでーす。毎回僕です。僕もここに来たかったの。そうなの。そうだから、もうお願いした。今日はどうしてこちらにお邪魔しているかというと、なんとドット ST さんとのファッション案件動画となっております。いいよ。あざっす。で、今日は何をするんですか一体。今日は、はい、行っちゃっていいですか。お願いします。なんと、はい、この後ろのたくさんのお洋服たちを使って、デートするならこれでしょ。カップルコーデ対決。うわー、来たー。カップルコーデ対決。そうですよ、もう3月といえば春目前、はい、もう外の気温はちょうどいいし、デートとかしたくなっちゃう季節ということで、今回春服妄想デートコーデを僕たちで考えていきます。いや、春服いい。春服は結構おしゃれしやすいじゃん。あ、そう、春服好き。そうそう、好き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 。え、好き。春服好き。これ、好きだよね。ねえ、今回はですね、ドット ST さんで取り扱っているレイジブルー、はい、ページボーイ、ヘザー、レピピアルマリオの4つのブランドから、はい、彼女のね、コーディネートだけじゃなくて、彼氏側である僕ら、自分たちのコーディネートも一緒に作って、自分もね、そう、対決していこうという企画。それがここにあるお洋服ってことですね。そうなんですよ。コロンとリーヌが前やってたんや。あれ見てどうだった？僕もいけそうだった？僕もいけそう。さすがに。あるやんけ。さすがにいけそう。あの二人との戦いでもあるわけだから。まあそうだね。やっぱ常に超えていくっていうのが僕らのテーマじゃないですか。超えていきましょう。なんで、あいつらをも超えるという勢いで、はい、今回頑張っていきましょう。頑張りましょう。じゃあ選んでいこう。この辺がメンズってことですよね。そうなるかな。レイジブルーさんとページボーイさん、どちらかというとさつみくんがこのページボーイの服着てる、着てそうなイメージちょっとある。まあでもそうだね、1枚とかでね、なんか全然可愛い、こういうスウェットみたいなね。結構こういうスウェットとか着てそう。うん、着てる着てる。あ、でもシャツルートのイメージあるからね、コイルとかのね、着てそうだけどね。いいの。じゃあ、あえて逆にしよう。逆？うん。あ、俺がこっちってこと？そう。俺がレイジブルーで、僕ページボーイ。あ、いいじゃん、おもろいおもろい。じゃあ、さとみレイジブルーでいきます。こっちで組みます。僕ページボーイでいきます。イエーイ。女の子側もね、決めないと。うわー、あ、こういうのチェックチェックのスカートみたいなめっちゃ好きやね、こういうの。かわいいよね。好きそう。好きそう。さとみくんめっちゃ好きそう。なんか好きそうって言われるのもちょっと人に言われるのも嫌だな。それはそれで。なんで。自分で言うのはいいけどな。いいじゃん。え、じゃあ僕こっちのヘザーにします。あ、じゃあルートがヘザー。ヘザー、うん、で、さとみがレピピ。よし、アルマリオで組んでいきたいと思います。決まりました。さらにですね、はい、こんな箱を用意しちゃってます。何ですかこれ。じゃん、これ見たことありませんか。見たことある。あるよね。そうなんですよ。これね、なんとくじになっていまして、はい、この箱の中にデートの場所が書かれた紙がいくつか入ってます。まあ、僕とルートをお互い1枚ずつくじを引いて、そのデート場所にあったコーディネートをここから作っていくという。あ、いいね。外なのか室内とかね、多分いろいろ入ってると思うんで。さっき小耳に挟んだんだけど、今日がめちゃめちゃ辛口の審査員さん来てるらしい。そうなの。俺たちの選択次第で2人逃げなくなるかも。え、そう。俺たちが。え、逃げる。じゃあちょっと結構重めの回だから、本気で選ぶ。本気で選ぼう。じゃあそんなルートからじゃあどうぞ。OKOKOK。重めのルート。どんなシチュエーションが入ってんだろう。じゃあ僕のルートが選んだのは、僕が引いたシチュエーションは、どどん、新しいクラスで一目惚れした女の子を勇気を出してデートに誘ってみようって時のコーデ。めっちゃ指定されるやん。まあ要するに超勝負服ってことだよね。そういうことか。なるほどね。すごいね。なんか場所とかじゃないんだ、もうその、ね、え、どうするこれで適当にとか書いてあったら俺の。あの温度差がすごい。温度差。そんなことはさすがにないと思うけど。じゃあ行きます。まだ結構入ってんだよな。どんなのか。どんなの来るの。どんなの来るの。あ、産業見える。行きます。せーの、じゃーん。春休みに好きな子を誘って初めて私服で会う時のデートコーデ。うわ、緊張する。そのシチュエーション
え、君は？君のは？君のなんだっけ？新しいクラスで一目惚れした女の子を勇気を出してデートに誘ってみようって時のコーデ。俺ダメかも。俺この違い分かんないもんだって。こっちはさ、あの普段学校で、うん、普段制服じゃん。はい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 。制服ジャージで。あ、割とじゃあ慣れてる子ってことかも。そう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 、何回も見てるし。普段の私服とかで会うことはないけど、修学旅行とかってさ、うん、なんかどっかの校外学習とかでさ、うん、制服じゃなくて私服の時とかたまにあったじゃん。あったね。その日みたいな。そんな気が入れてたん？いや、そんな入れてないけどね。お前絶対 お土産で木刀買って帰りたいね。買わないよ。僕木刀買ったことないもん。さとみくんは木刀買ったでしょ。いや、俺はマガタマ派だった。マガタはい、というわけでね、はい、2人とものお題が揃ったわけですけど、はい、なんか意気込みみたいなのとかってあります？今回。まあ結構話しちゃったけどね、もう。まあ、なんかまあ本当に好きな子にをデートに誘うつもりで服を選ぶから、もう意気込みとかもそういうつもりじゃなくて、本当に僕は今好きな人がいるって思い込んでるから。自然体の僕で等身大で行くと。そう。かっこいいね。僕もそれで。なんで？なんで？じゃあそれではやっていきますか。やっていきましょう。こんなこと言いたくないけど、うん、誰が喜ぶそのカット。いやいやいや、このカット今回はね、どこで使うそれ。協力のもとこの企画がありますから。ありがとうございます。それでは制限時間10分ということで、はいはい、カップルコーデ対決スタート。10分ってちょっと短いな。うわー、どれもめっちゃ好きだな。私服で初めて会う時のだから、ズボンから決めよう。さとみくん決まったもん。え、早くない？早くない？決まってないか。早すぎるだろ、さすがに。ちょっとね、僕ズボン何色がいいと思う？ピンク。ピンク。あ、これ使って、これ。これ？うん。あ、これ？うん。これマスクで使って。これね、あのスカート。あ、うん。そっか。これスカート。うん。とかそれどうですか、このスラックス。かわいい。履きたい、これ。これにしよう。え、かわいい。か。このまま行ってかわいいと思って進んでたらレピピに入っちゃった。男の子の服探してたのに。もうわからない。さとみくん、わかんないよ俺も。ねえ、これ上何がいいかな。わかんないよもう。よかった、ちょっと一回さ、お互い協力しようよ。どういうこと、協力する？さとみくんにまず協力するよ。何にね、お悩みですか？ちょっと好きな女の子と今度デート行くことになって、はいはい、その洋服全部買おうかなと思って。ただですね、今年ですね、はい、あのデニムの方がすごい流行っておりまして。そうなんですか。デニムのパンツからコーディネート組んでいくとすごく良いかなと。下これでいきます。あ、すごい、とてもお似合いになると思いますよ。そしたら上の方はどうされますか？上の方は下青だったんで、はい、白系でちょっと清潔感を出していきたいです。これちょっとデニムに対して、これちょっとあのー、あ、すいません、これ僕の第一候補でここに置いちゃいました。これにしようかな、店員さん。これはすごくよろしいかと思います。これかわいい。あ、このね、このロゴも、これあの近所の友達なんで、僕の近所の友達、はい、僕の近所の友達入れちゃったの、ロゴに。はい、なんか店員さんのアドバイスで見えてきました。ありがとうございます。ありがとう、店員さん。ごっくりどうぞ。やばい、僕も決めないと。やっぱこれかな。やっぱこれありか。いいな、なんかちょっとシンプルめで。中に T シャツ、春先だから暑くなっちゃうとかもあると思うし。決まったぞ、ルート。僕も決まった。大体決まった。残り5分です。やばい、ちょっと待って、女の子のやつも考えないといけないから。ね、さとみくん、何、どれがいいかな。おすすめのアイテムない？え、いいじゃん、このちょっとチラッとこの太ももが見えるこの感じね。これね、めちゃめちゃいいじゃん、これ着る？僕着ない？僕は着ないよ。いいじゃん。うわ、自分の選ばれて、やばい、ちょっとあいつの戦略に乗せられてた。時間がない、本当に時間がない。やばい、ちょ、女物の服選んだことないよ。今気づいたわ。むず、女性服むず。そうだな、これかな。ちょっともうパッと見気になっちゃって、やっぱこれ着るってなると、この上から何か着るパターンかな。この可愛らしいカーディガンを、まあ、こう上から羽織るってことですね。このちょっと長くて手がつりそう。ちょっと、ルートも決まった？もうほぼ決まってきた。マジ？やばい、もう最高。マジ？めちゃめちゃ可愛いお女の子になりそう。残り1分です。2種類あって選べない候補が。やばい、2セット作っちゃった、ルート。2セット作っちゃった。2セット作っちゃった。どうしよう、助けて。いいよ、今何で悩んでるの？これか。さとみくん好きそう。これか。さとみくんが選びそうなのをちゃんと選んでるの。でも多分こっち、こっちの方が俺好き。さとみくんが選んだ服にこっちの方がちょっと合いそうじゃない？一緒にいて。まあ、そうだよね、うん、合いそう。そう思う。こっちだ、こっちにしよう。決まった。なんかね、このコーディネートだとなんか帽子とか被ってそうだけど、ね、キャップ。合いそう、確かに。めっちゃ合いそう。まあでもちょっと個人的には帽子被るので巻き髪で来てほしいなっていう要望があるので、キャッパで。
却下された。あとバッグだけだからよ。僕もバッグだ。バッグだけだ。何しよう。バッグ忘れてた。ちょっと待った。バッグ何しよう。僕この2個から色が被るな。まあいいか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 。バッグこれかな。できた。できた。できたぞ。いやなんかめっちゃ慌ただしかったけど、めちゃくちゃ悩んだけど、うん、でもめっちゃ焦った。どうなった。まあまあいい感じになったかな。いい感じになった。いい感じになったと思う。もうお互いまだ何を選んだか見てない状態。見えないでしょう。前に関してはマジで見えん。見せてないから今全く。さあそれではコーデ発表の前に、はい、今回のコーデ対決の審査をしていただく方をご紹介します。おドット SD メディア部の島田さんです。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。グッズもつけてくれてありがとうございます。かわいい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先日はねうちのリーヌとコロンがお世話になりました。お世話になりました。とても楽しかったです。ありがとうございます。では僕たちもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。とりあえずあの審査なんですけど、さとみくんにはすごく辛口でいいんですけど、僕にはあの口でお願いします。かしこまりました。いやかしこまるんかい。かしこまらないからいい人やって言おうとしたのに。それでは、はい、じゃあまず僕の着てる服のコーデから発表させていただきたいと思います。お願いします。いきます。ドキドキ。じゃん。おお。はい。というわけで僕の作ったコーデこちらになります。めっちゃかわいい。春ということで、うん、まあ白色とこの明るいデニムがなんか今流行ってるらしいんでね。風の噂によると。そうなんです。ちょっとデニムを入れて明るい感じの色で今回めっちゃいいね。作ってみました。デニムちゃんとズボン使ってくれたんだ。あ、そう、このルートおすすめのね。よかった、嬉しい。テーマが同級生と春休みに行くっていうテーマだったから、うん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 、なんかその普段の延長みたいな、ちょっと綺麗め普段ぐらいで、学生時代の時さ顔見知れのやつがさ、うん、2人で遊びに行ったバチバチに決めてるやつみたいな、いるやん、なんかその黒ジャケみたいな。そうだね、たまにあるね、そういうことね。ちょっとなんか俺実際それで惹かれた過去の記憶があって。だから結構カジュアルめなんだ。そう、カジュアルめでちょっと今回は行かせていただきました。めっちゃ可愛いと思う。デニムのパンツを履いてるところもあんまり見ないからすごいね、新鮮感。確かに俺夏しか履かんかもしれない、うん、色付きのやつは。それでは僕がじゃあこうでした、はい、女性側の、あ、めっちゃ服のコーディネートです。見たい。それでは早速行かせていただきたいと思います。いや俺でもさ、これ着てるとこは俺も実は見てない、選んだけど。ああ、そっか。そうなんよね、ちょっと楽しみだよね。実際着たらね、イメージ違うとかたまにあるからな。いきます。でもすでに可愛いんだけど。いくよ、せーの、じゃーん。おーおー、いい感じ、いい感じ。ちょっともうペアルックじゃんね。これへそ見えるのがちょっとポイントにしよう。付き合っちゃいなよもう。そうなんですよ、ちょっとあの偶然たまたま同じ色のズボンを履いて、そっから会話が盛り上がるっていう。かわいい。ペアルックじゃんっていうねところもちょっとありきな。ストーリーまで作ってるんだからもう。このポイントは、うん、やっぱこのちょっと見えてるこのおへそ、へそのこのライン、やっぱ春っていうこともあって涼しい感じも出しつつ、うんうんうん、ペアルックですよね。めっちゃいいね。いやでもこれで並んで歩いてたらちょっともうカップルだと思っちゃう。めちゃめちゃ好意持たれてたらいいけど、うん、そんなことの相手だったら気まずいなって今。でも逆にそこから発展していくかもね。まあ、でもそもそもな、いいね、来ないな、好意持たれてないと、ね、生徒に。確かに来てくれる時点でもうね好意持ってくれてますから。女の子の服ってさ普段もう分かんないじゃん。そう、俺たちはさ分かんない、買い物したりとかないから。そうだから今日いっぱい知れてめっちゃ可愛かったわ。ということで男女ともに、はい、コーディネートが登場いたしましたが、はい、島田さんこのコーディネートいかがでしょうか。いや本当にすごく、ね、春の季節感が出ていて、しかも、ね、この2人のリンクコーデがたまたまねデートで一緒になっちゃったけどたまたま、ね、それがねすごくいいポイントだと思います。ありがとうございます。それでは、はい、ルートの自身で着てるね、はい、コーデの発表からじゃあお願いしてもいいですか。わかりました。はい、それでは早速発表していきたいと思います。お願いします。ティリリリ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 ティリリ。気になるな。パパー。おー、黒やん、めっちゃいいやん。なんか新鮮でめっちゃいいよ。いや僕もね、うん、普段ねこういう服装全くしないんですよ。着ないよね。そう、本当にしなくて、うん、こういうスラックス、あの太めのズボンとかも全然着ないから、ちょっ
太いんだそのズボン。確かに太めだね。すごい。いつも結構いつもね出るやつだもんね。結構タイトな服を着ることが多いから、おいおいおい、こういう風にねなんかビッグシルエットの着ることなくて。えめっちゃいいめっちゃいい。いつもの私服よりも全然いいよ。なんかそれは違う気がするんだけど。それはそれでみたいな。全体的にめっちゃいいよ。ありがとうございます。似合う似合う。てかね似合うよシンプルに。じゃ続いて僕がコーディネートを組んだ。お。女の子の女の子側のコーデも見てもらいたい。見たい。テレレレテレレレ、僕もまだ見てないんだよね。あ、その着てるとこね。そうそう、テレレレ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 、パパー。あー、いいじゃんいいじゃん。どうでしょうか。黒と白でお上品なコーディネートに仕上げてみました。お姉様系だ。そう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 、それ春なので、うんうんうん、これねちょっと涼しいというか、あの春にちょうどいい感じのこのひらひら塗ってもらって、透け感ね。そう、え、可愛くないですかこれ。いいと思ういいと思う、可愛い可愛い。靴とバッグも僕のねお気に入りでございます。さあ島田さん、このルートのポイントの、はい、このコーデのねちょっと評価をお願いしたいです。はい、はい、のルート君はね最初からこのスラックスをこう一目惚れしてたので、それをからねこう上の、トップスを合わせてってすごくいい感じにまとまっていると思います、はい、ありがとうございます。とても素敵です。ありがとうございます。女の子もねすごいこのカバンの小物使いとかも綺麗ですし、あとこのブランドのヘザーっぽいすごいこのシャツの透け感とか春っぽくてとても素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは気になる結果発表に移りたいと思います。ドキドキ。それではデートをするならこれでしょ、カップルコーデ対決の勝者は、デレ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 、結果発表と行きたいところなんですが、え、2人もとっても素敵なコーデを選んでいただいたんですけど、ここでちょっと2人の恋愛力を試させていただいて、最終判断させていただきたいと思います。なるほど。なんだそれ。どういうことだ。まあ、前回もね、はい、リーヌ君とコロン君の審査をさせていただいた時にですね、この恋愛力を測る即興演技をお二人に挑戦していただきたいなと思いますので。即興演技出ましたね。マジか。今回もか。見たことあります。僕では早速ですが、まずはさとみくんへのお題です。お、一人でお買い物していたら偶然好きなあの子が同じお店に、向こうも一人、このままデートに誘いたい、どうやって誘う。なるほどね。なるほど。マジか。最後この演技力に帰結するんだこれ。なるほどね。まあ結局でもどんな服を着ても誘い方がダメだったらそれを成功しない、まあ、ということだよ。結局ね、服がかっこいいだけじゃダメですけれども、まあその洋服をね身にまとった状態だったら、なるほどね、いけるかもしれないので。オッケー。続いては、ルート君へのお題でございます。はい、はい、はい。いつも電車で一緒になる気になるあの子、電車から降りるときにその子が落とし物、どうしよう。おお。一番得意。本当か。なんで一番得意って。一番得意。ピンポイントすぎるやろ。シチュエーション、あの勇気とかないじゃん、絶対話せるし。反射でこう行くっていう話。もう渡すから話せるのよ、はいはいはい、でもそこからね、そこからは繋げないといけないからね。でもそこから苦手。渡すまでできるから。じゃあそれでは、さとみくんが、はい、男の子役やってるときは、うん、ルートくんが女の子役、はい、で逆に、はい、ルートくんが男の子役の、即興をやってるときはさとみくんが女の子役をやってみてください。はい、はい、よーい、スタート。めちゃめちゃいいな。どの服にしようかな。どうしようかな。うん、ルー子じゃん。何してんの、買い物。さとみくん、なんでいるの。え、俺も買い物しててさ。え、なんで一人。なんで、そうだよ。一人で来るんだこういうところ。全然来る、よく一人で映画とかも行くからさ。あ、そうなんだ。うん、てかさとみくん、なんか今日すごいおしゃれだね。あ、ほんと。うん、かっこいい。うん、レイジブルって呼んだよ。レイジブルーの服なの、うん、私レイジブルー好き。レイジブルー好き、うん、本当に、うん、この後行こうと思ってたの。え、一緒に行こうよ、好きだったら。え、行く。え、行こう行こう行こう、うん、レイジブルー、ガチャ。いやー、レイジブルーいいよな。すごい、男の子の洋服のお店初めて来たかも。初めて来た。そうなの、うん、でもレイジブルー好きなんでしょ。うん。え、レイジブルー着てる男の子好き。あ、男の子が好きなんだ。お店初めてなんだ。うん、なんか俺に似合いそうな服ないかな。選んでほしい、ルーコに。これとか似合いそうだし、これも似合いそう。実はこの服とこれ悩んでたんだよね。そうなんだ。そう、ほら似合う、どっちも似合うよこれ。どっちもいい。うん、ほんと、うん、じゃあどっちも買っちゃおうかな。はい、さとみくんお買い上げ。お前レイジブルーの回し物か。違うよ。え、違う
うよ。違う？ルコだよな。ルコだよ。ルコだよな。ルコだよ。オッケー。じゃあちょっとこれ買ってくるから。うん。この後暇？うん。映画とかどう？あ、行く。行こう。うん。お買い上げありがとうございます。マシモノやんかい。マシモノやんけお前やっぱ。ありがとうございました。あのちゃんと演技になってました。ね、コロンリーヌの見た後だったらだいぶよく見えるでしょこれ。スタート。ガタガタガタプシュカシュッウィーカシュッあっ落としてるお財布落としてるはいあすいませんお財布落としましたよありがとうございますいいえこれ私のおばあちゃんからもらった財布だったんですあそうだった死んだおばあちゃんあよかったじゃあ拾えて、ありがとうございます僕も何か落とし物しちゃったみたいで何どうされました僕の心がどこかに行っちゃって大変じゃないですか僕のストームの隙間入っちゃったりしなくなっちゃいますよ僕の心すぐ取りましょう君がモテたりしないかなあなたの心私の財布の中にありませんでしたないかーいおばあちゃんの財布の片身のお財布、うんうん、すごい可愛いねおばあちゃんその財布ねこれレピピあレピピうち最近レピピ好きおばあちゃんレピピ使ってたんだおばあちゃんがレピピ買ってくれた、うん、あそうなんだそうじゃあめっちゃいいね可愛いしいつもよかったちゃんと大切なお財布拾えて、うん、本当にありがとうございましたなんてお礼したらいいですか何で払えばいいですか何でもいらないよ何もいらないですか、うん、何もいらない、うん、よかったらこの後お茶でもしませんかお茶ですか？はい。うん、ちょっと1時間考えていいですか？わかっ、じゃあ待ってるから。じゃあレピピで。レピピ。レピピの手合わせ。レピピで。レピピ、駅前のレピピで。わかった、じゃあレピピに行くから。1時間後に。うん、うん、じゃあ1時間後にレピピ行くね。ちょっとおばあちゃんに会ってくるね。わかった、うん。どうでしたか僕らの演技はどうでしたでしょうかいや素敵な演技で感動しました島田さん優しい優しいいやでもありがとうございます前回がコロンリーヌのあれだからそっかすごくよく見えてると思うんだよ俺あれよりはまだ良かったかなあれはだって飯作ってたからだって改めて気になる結果発表に移ってもらいたいと思いますお願いします勝者はどちらですか島田さんお願いします、はい、ますでは、今回のカップルコーデ対決の勝者ははい引き分け引き分けお二人の演技力はもう肉薄してましたのでもうこれは五分五分ですファッションの方はすごくあの里見くんもルート君もすごくなんか新しい挑戦をされていただいてきつつブランドの特徴をすごく出してくれてるのでもうこれはちょっと決められません嬉しいとても素敵です嬉しい理由の引き分けだねねえ確かにね、うん、いいコロニーのドローとは俺たちのドローだから違うドロー、ま、違うドローだねこれはねいや嬉しいないや嬉しいねえでもめちゃめちゃいろんな服触れたけどさ、うん、もうどれもめっちゃ可愛かったそうおしゃれだし、うん、あのなんならもう自分でも買いたくなっちゃった島田さん本日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますというわけで今回のカップルコーデ対決、はい、どうでしたかとっても楽しかったですいや楽しかったね本当にいや本当に楽しかった初めてだったけどこういうの、うん、めちゃめちゃ楽しかったわ楽しかったでございますねえ改めて今回審査にご協力いただいた島田さん、はい、そしてアダストリアのスタッフの皆さんどうもありがとうございましたありがとうございました最後にお知らせです、はい、ドット ST さんのアプリをダウンロードすると俺たちが今着ているコーディネートがなんと書き下ろしイラストになって期間限定のスペシャル特典としてもらえちゃいます詳しくは概要欄からドット ST をチェックしてねお願いしますお願いしますいやすごいね書き下ろしでいやすごいよねめちゃめちゃ豪華、うん、でまださらにあるんですよえさらにはいヒカリエとドット ST ストアでは、うん、なんとこの書き下ろしイラストがスタンディーパネルとして展示されます、うん、こちらもぜひチェックお願いしますもう今見に行ってきていい今まだないよさあというわけで、はい、コロンとねリーヌもやってて今日俺とルートもやったわけだけど、うん、コーデ対決ってめっちゃ面白くないいやめちゃくちゃ面白い難しいけど ね, い や, い, い, ねいやそう普段さもう、うん、女の子の服考えるとかないじゃん全くないでもめっちゃ楽しいこれまたやりたいなこういう企画楽しい ねなんかそのテーマとか持って決めたりとかするのすごい楽しい、うん、あよかった、うん、あのテーマもめっちゃ良かったねえ、まあ、この動画をね見てくれたみんなも、はい、このカップルコーデがどういうとこが良かったとかねこういうとこ好きとか動画にコメントしてくれると嬉しいですお願いしますお願いしますいっぱいコメント待ってますねはいそして前回のね、リーヌとコロンのコーデ対決の様子が、はい、概要欄からね動画の方見れるので、うん、まだ見てない子はチェックしてみてくださいお願いしますルートも今日はスペシャルゲストとして来てくれてありがとうねそりゃ来ますよ大有名ないつでも来ますから
いつでも呼んでください。ありがとう。じゃあ明日もよろしく。OK 明日ね。はい、それでは最後の挨拶はおつぷりで終わりたいと思います、はい、せーの、おつぷりー。